はい、というわけで、エニックスカウンターのみんな、ちゃんとチェックしてんのかよ。というわけで、今週のトップ3の前に、なんとピックアップアーティストのコーナーです。イエーイ。今回は、なんてフォーリンラブが赤丸急上昇、今週第11位の可愛いリカちゃん。イエーイ、やっておりますね。いらっしゃいまし。かわいい。というわけで、リカちゃんはこのだってフォーリンラブがあのデビューシングルなんだよね。そうなんですよ。フレッシュデビューです。はい、よー。来週にはね、トップ10内だね。あ、頑張ってもらいたいね。そうだと嬉しいんですけどね。絶対入ってほしいですね。もう応援してくれてる皆様のためにも頑張りたいと思います。俺もがっちり応援するからさ。はい、ありがとうございます。ね、あんまり応援しすぎないようにね。そういえばね、この前初めてのコンサートがあったということで、ライブこちらはもう大成功と聞いておりますけれども、やってみてどうでした？はい、すごく緊張したんですよ。ドキドキ、はい、もうドキドキで。はい、なんかちょっといやらしいわ。あ、やばい、せっから入ってます。気をつけて。はい、気をつけます。よごめんなさいね。どうでした？でもあのやっぱり小さな頃から歌を歌うの大好きだったんで、歌手になりたかった、ね。はい、歌手になりたかったんですよ、ずっと。いい、だからもう夢が叶った感じで。夢が叶ったのよ、はい、羨ましいわ。夢をつかんだんですよ。まだ叶ってない。本当に嬉しかったです。そういえばね、リカちゃんはね、長野県出身ということで、はい、なんと実家がお蕎麦屋さんだそうよ。お蕎麦屋さん、そうなんですよ。すごいじゃん。お蕎麦って食べてるからそんなに肌のツヤがいいんだ。うるさいな。ツルツルだねとか言って。なんかでも噂によると、あなたの実家もお蕎麦屋さんだそうじゃないの。実はゆうさん、そうなんですよ。しかも駅前なんでしょ。長野の駅前に。なんていうお店なの。やぶそば本店です。マジで、あんたたちが本当に本店なの？本当、本店ならしいですけど。みんなよく本店、本店ってみんな言うんだけど、あれは本当なのかしら。そうですよ、あの、やぶそば本店に、あの、もうリカちゃんの、うちのお父さんがね、あの、お蕎麦打ちながらリカちゃんのポスターを貼って、応援してるから。ありがとうございます。うちの親父のためにも。はい、頑張ってよ。頑張りました。リカちゃんのお父さんもいっぱいきっとポスターとかをね、街中に貼って応援してると思うからね。本当だからもう。そうなんですよ。本当だからもう頑張って1位を目指してよ。はい、頑張ります。OK よ。それじゃあ、はい、曲のスタンバイをよろしくお願いします。イエーイ、リカちゃん、イエーイ、リカちゃん、よろしく頼むぜ。頑張ってね。イエー。それでは河合リカさんで今週赤丸急上昇第11位のだってフォーリンラブ、いってみましょう。どうぞ。 Here we go。 Yo yo。Thank you.
どこまで？Woo!
エビ疲れた。すごい。それでは今週のトップ3の前にコマーシャル、 Here we go! セーブしない？